V ジャンプチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。V ジャンプ編集部の斉藤 V です。 V ジャンプ編集部の新人浅田です。ドラゴン浅田じゃないの？そうでした、ドラゴン浅田でした。はい、まあどっちでもいいんですけど、本日はもう見てわかりますよね、こちら東京ゲームショー2015の会場にやってまいりました。まあね、みんな注目しておりますゲームがたくさん出てるんですけども、その中で V ジャンプが注目している、まあコンシューマーゲームだったりアプリゲームだったり、まあ、あと見たことないゲームだったり海外のゲームとかもね出てるから、まあ、なるべく見れるだけたくさん見ていきたいなと思います。はい、浅田は初めての東京ゲームショーでドキドキしてます。もう海外の方もたくさん来てるので、ね、はい、もうそれだけ注目されてるのかなと。で最新のゲームもたくさん体験できるということで、すごいワクワクしてます。はい、というわけで早速会場の中に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、プレイステーションブースにやってまいりました。こちらね、こちらでは先日カンファレンスで発表されましたプレイステーション VR という、まあ、以前ねサマーレッスンというのを僕やらせてもらったんですけど、まあ、プロジェクトモーフィアス（仮）という仮称で展開されていましたヘッドマウントディスプレイの体験ができるということで、わかる？ヘッドマウントディスプレイ。おっす、わかります。わかる？わかります。どういうやつ？もうすごいもうビッグな感じのやつですよね。ビッグな？あれ？はい。もう夢のあるような、夢のある、ね、夢のある、そういうやつを体験できるということで、じゃ早速ね2人で体験していきたいと思います。頑張るぞ。はい、じゃあプレイステーション VR、すでにもう浅田、ドラゴン浅田が体験しておりますが、今回体験しているのがカプコンさんのキッチンという、まあデモなんですかね、ソフトなのかちょっと分かんないんですけど、なんと映像すべて NG で、もう僕何起こってるか分かんないんで、この浅田のリアクションだけで皆さん感じてもらえればいいかなと。ちなみにすごい怖いらしくて、ギブアップの場合は手を挙げてくださいと言われるぐらいの、ものらしいです。僕はやってないんで分かりません。いや怖い、これ怖い。はい、全くわからないのでちょっと資料をもらったんですけど、資料もなんか多少情報が書いてあるんですけど、それも見せちゃいけないということなんで、とりあえずこのなんかロゴっぽいものね、キッチンって書いてありますけど、そういう感じです。おお、おお、うわー、来た来た、おお、おお、おお、怖え。おお、ちょっと、この辺にいるんでしょうね。この辺にもいるんだ。いや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 、これ面白いですねこれ。もうやばいやばい、無理無理無理。超面白そう。あ、終わったのかな？解放されたようです。はい、お次はですね、弾丸論破 VR に、斉藤さんが挑戦してみます。では意気込みを。来た。あまりちょっと周りの音が聞こえてないようですね。大山の小屋だよ。全然よくわからないですけど、こう裁判所みたいな形ですよね。さあ、誰か人死んでるの？死んでると、結構重々しい感じで。裁判が始まりました。まあ、弾丸論破だからね。あ、今ね、大山信代が説明してる学級裁判のやり方を。大山信代が、ね、6人今周りにいて、誰かが犯人っぽいです。で、怪しいやつを見つけろって言われてる。ちょっとおっぱいを強調した女の子が迫ってきました、ね、
3人の証言を聞け。証言が続々出てきてますけども、こいつは怪しくない。うおー、なんだ、来た。ちょっと待って、え、こいつ怪しい。 あ、成功、成功した。ブレイク、論破したっぽいよ。お、仕置きタイム。なんで論破したのにお仕置きタイムになるんだ。うわー、来た来た来た、ショベルカーが来た。やばい、潰される。うおー、あーあー、グロい。おー、終了だわ。 See you again。 はい、じゃあですね、ザ・プレイルーム VR というのを今から体験させていただきます。浅田がVR を、プレイステーション VR をつけ、僕はコントローラーで遊ぶような形になっております。では丸を押してください。はい、でこの VR をつけてる方がモンスターになります。丸はこのちっちゃい、ちっちゃいやつ、はい、エスケープだから逃げるってことですね、モンスターから。この VR をつけてるモンスターから逃げてください。はい、モンスターの方は壁を壊したりフレクターを叩いたりとかして、おお、体がもうモンスターになってる。体がモンスターですよ、これ。すごい、体がモンスター。おー、あ、これだ。うねうねしてるし、はい、うわー、お、すごい、体が浅田の動きと連動してる。体がすごい、もう下向いてる。おー、ではそのヘリコプターを頭で叩いてください。ほら、おお、すごい、うわ、やばい。黄色の丸のところに、え、ここはどっち、緑ですか。あ、やばい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 、やられた、やばい。ほら、ちょっと VR の方が楽しそうだな。すごい、これ、おー、おー、来た来た来た、やばい。何でも壊すよ、これ。えぇ、ほら、怖いわ、怖いわ。やばい、やばい、リアルな攻撃をされるからね。危ない。おー、来た来た、いっぱい攻撃してください。おお、やばい、やばい、やばい、ボケだ、ボケだ。えぇ、よいしょ、よいしょ、おお、やった。今バトルになります。バトル、バトルでは今度は我々が攻撃をします。モンスターです。ちょっと壁の横から覗いてみてください。見えます。おお、見える、見られてますね。来た来た、じゃあ、おいで。え、影の影、アタックしてください。これ、これですか。はい、頭でゴンと。うわー、逃げてください。おお、うわ、すごい。うわー、いけ、うわー、ナイスです。余計ナイスです。うわー、あいつ、避けるだけだわ。いろんな方向から上手くなってきた。やろう、イエーイ。うわ、またたくさん。お、どうした。え、え、この後は大砲に、大砲、大砲に近づいてください。え、絶対に、イエーイ。もう、ねー、おー、すごい。うわ、すごい。これ、吹っ飛ばされてるの。吹っ飛ばされてる。吹っ飛ばされました。イエーイ。じゃあ浅田さん、感想を。いや、すごい迫力満点。もうちょっとマイクに言って感想を。マイクに、マイクに言って。もうすごいです。もう怪獣になりきって感想。もう体が怪獣なんですよ、もう全て。おで、実際物飛んでくるのも本当目の前まで来て、当たるのも痛いって思うぐらいの、おもうリアリティな、リアリティ、はい、すごかった。VR ね、かぶってる方が非常に楽しそうだなという感じがしましたが、まあ、今度はね、今日は時間ないんであれですけど、交代してやってみたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、続いてはですね、新三国無双7の VR デモということで、まあ、もう早速ですね、浅田が体験しております。
このね、アクションゲームの VR ということで、これもかなり没入感ありそうですけど、ちょっとまたじゃあ聞こえないと思いますけど聞いてみましょう。すごい、本当に、おお怖い、おおおお、おお危ない危ない、あの危ない、俺先端恐怖症なんですよそれだし、まあ、先端恐怖症ならしょうがないね、ちょっと危ないなこれおお来た来た、あ始まった、おおおお怖い、なんかうわ怖い、おおほら、おおっしゃー、やるやる、いいよ、迫力あるわ、すごい、400人ぐらい観客が来てるよ今、おお、うわどんどん来る、怖い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 、うわいいねいいね、うわおお怖い、これ前は行けないの、進めないの、どんどん、いや敵が来るから、まあ、敵が来るからまず敵をね、おお後ろに回り込んでるやつ、おお危ない危ない、どうしようどうしよう、うわ後ろ、うわうわうわ囲まれてる、すごいなこれは、全体見回してちょっと、このもうくるくる回った方がいいんじゃない、こう、おおすごい後ろもすごいおそれ自分でやってよなんで俺が回さなきゃいけないの、おおおすごい、無双ランク、ちょっと興奮しすぎて汗をかいてる、お倒したかな、おお最後無双ランプで一応決めたって感じだね、最後フィニッシュですね、はい、じゃあ感想を、もう武将になった気分で周りの敵を投げ払ってやりましたよ、本当に爽快です爽快、はい、ちょっと途中でマイク外したんで聞こえないかもしれないですけど爽快だったそうです、はい、ありがとうございましたというわけでプレイステーション VR を体験してまいりました。簡単にね、感想というかね、2人で、まあ、それぞれやったものも違うので限られた時間だったということで、じゃあ浅田、はい、どうでしたか。最初はキッチンやってみたんですけど、非常に怖くて、もう迫り来る恐怖、逃げられない、もう夢に出てきそうな感じで、もう今日寝るの怖いです本当に怖いの苦手なんだもんね、怖いの苦手で、もう本当に今日怖かった、もう汗びっしょりかいちゃいましたそう、はい、プレイルーム、プレイルーム VR、 こちらはまあ浅田がいわゆる襲う側、怪獣になって、怪獣になって斎藤さんを襲うっていう、うん、まあ、ひたすら自分が怪獣になったつもりなんですけど、下を見るともう体が怪獣になってたんで、もうその気になったつもりで、もう日頃の恨みをもう晴らせるつもりで、もうガンガンぶつかってやりましたよ。なるほどね、はい、もう一つ新三国無双、これも VR のデモでしたけど、はい、もう360度の敵を投げ払ってやりましたよもう爽快、爽快、はい、爽快感、だいぶビビってたけど槍が近かったんで、目の前に槍が迫ってきたんで、もうわーって避けちゃうんです。で、まあ、僕が一応弾丸論破の、まあ、同じく VR のものをやりましたけども、これはまあ他の多分3作品と、まあ、やってないんで分かんないですけど違って、アクションではないということで、また独特の表現がされていて、まあ、文字が目の前に飛んでくるような、ギミックをやられている感じでした。まあ、それぞれね、アクションのゲームだったり、まあ、今回やってないけどオープンワールドのゲームとかもね、プレイステーション VR で遊んでみたいなと思いますので、まあ、これからが楽しみな新しいゲーム機と言ってもいいんじゃないかなと思いました、はい、本当にワクワクが止まらないです、止まらない、はい、以上プレイステーションブースから我々2人がお送りしました。はい、収録をやめようとしたら堀井さんがいらっしゃったので一言ですね、プレイステーション VR のコメントをいただきたいなと、本当に突然捕まえました。堀さん、いいですか一言。いいですよ、たまたまね、僕さっき体験してもらったんですよ、はい、もう臨場感半端ないですね。そうですね、サマーレッスンのもう一つね、なんか、はい、自分が恐竜になって、はい、なんかやっつけるみたいなのを体験したんですよ、はいはい、やりましたね、すごい楽しかったです。そうですよ ね、うん、ブンブン振り回る感じですね、びっくりです。早く出てほしいですね、はい、じゃ堀さんもいずれプレイステーション VR で何か、そうですね、できたら楽しいですよ ね、 そうですよね、凍った時のね、怖さとか、はい、下見た時の怖さとか、そことんでもないんで、はい、なんかね、没入感を半端ないです。はい、というわけで
なんかすごい話が聞けちゃった気がしますので、突然すいませんでした。ありがとうございました。またよろしくお願いします、はい、どうも堀井でした。Vジャンプチャンネル、ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録こちらからお願いします。で、スマホの方は下からお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。